私部子育て支援課子ども未来チーム小野津組です。私が所属する子育て支援課では子育て家庭の負担を軽減し子育て支援の充実を図ることなど子どもに関するさまざまな業務を行っています。私が主に担当している子どもの権利に関する業務では子どもが自ら成長・発達できる環境づくりを目指した取り組みを実施しています。例えば子どもが意見を表明し参加する場として小学生から18歳までの子どもで構成する青森市子ども会議を開催し青森市のまちづくりなどを調査したり子どもの権利について知ってもらう活動を行ったりしています。子ども会議の主役はあくまでも子どもたちですので会議の取りまとめなど難しいこともありますが会議を通じて子どもたちが成長する姿を見ることができることはすごくやりがいを感じます。温かい雰囲気のある職場ですのでとても仕事をしやすいです。もともと公務員を目指しており地元である青森市のさまざまな取り組みなどを調べていくうちに魅力を再認識し私も市職員として地元に貢献したいと強く思うようになり目指しました。青森市を受験するきっかけは小さいことでも構わないと思います。受験勉強など大変なことはあるかと思いますが青森市のためにぜひ一緒に働きましょう。経済部交流推進課誘客推進チーム石田玲希です。私が所属する交流推進課では青森市の観光振興を図るため各企業や団体などと連携しさまざまな誘客活動に取り組んでいます。私は主に青森空港振興会議に関する業務をしていて青森空港発着の国内線の利用促進のため各就航地で行われるイベントへの観光 PR ブースを出展したり青森空港を利用した旅行商品を造成した旅行会社への支援を行っています。各就航地で行われるイベントに出展した際に来場者の方から青森に行ってみたいと言われることが嬉しいです。イベントに出展する前などの調整に大変さを感じています。事前に青森県や各航空会社、旅行会社と何度も打ち合わせをしてイベントを開催していますので開催するまでの準備作業は大変なことも多いです。すごく和気あいあいとしています。職場のみんなと一緒に観光プロモーションをしている時などすごく一体感がある職場だなと思います。生まれ育った青森市のためになる仕事がしたいと思ったので志望しました。私の仕事で少しでも青森市に貢献できればと思っています。青森市役所の仕事はどれも市民の方々のためになる仕事なのでやりがいを感じることができる職場だと思います。ぜひ皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。